ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドクトレーナー瀬形です。今回は犬の記憶術、より記憶を定着させるにはということをやっていこうと思う。何かね、しつけにおいてやってほしいことができた、ちょっとした成長が見られた、じゃあそれってどういったやり方をすればよりよく記憶に定着できるのかな、忘れることを少なくして記憶を残す量を多くしよう、これをテーマにしてお話ししていこうと思います。人間でもそうやけれども、全部の出来事を記憶するわけじゃないやんか。記憶できることがあったりできてないことがあったりするやんか。これってね、すごく面白くて、1時間経ったら何かしました、その1時間後にはやったことの半分は忘れてるって言われてるね。約 50% が記憶からボーンって抜け落ちるね。じゃあ1日経ったらどれぐらい抜け落ちてるかって言ったら、約7割はボーンって抜け落ちるわけだから、記憶っていうのは定着しにくいし難しくなってくるわけ。前言ったことができてないだとか、ついつい忘れちゃったりだとか、私たちもするわけやんか。じゃああの人誰って言っても、ちょっと名前出てこない、芸能人の名前が出てこないとか、地名の場所が出てこないとか、昨日の晩御飯が何だったかなとか、そういったことが起きてるわけ。少しでも減らしてあげて、犬のね、なんかしてほしいことがあったら、それを記憶を定着させるにはどういったことをしてこちらがしてあげたらいいのかなっていうのをお話ししていこうと思います。皆さん、何かね、ワンコが、自分とこの子がこれしてねって言ってできなかったことができたと、そしてそれを覚えてほしい、繰り返してほしいって言ったらどんなことしてるかな。まあご褒美あげるっていうのが大体やと思う。何かね、わー偉いねとか、それそれとか、言葉をかけてあげたりだとか、ちょっとおやつとかおもちゃで遊んであげるだとか、そういったことをしてくれてると思う。それはそれでもちろん大丈夫、やってほしいし、続けていってもらっていいんやけれども、その練習ね、できたことを繰り返して何回もできましたよ、その後の話ね、ここがすごくミソでありポイント。何か例えばお手を教えようとして、あれさん、ちょっと座って、違います、実してくださいね。ああもう呼んじゃってるね、分かってるね。お手してくれた偉いね、お手してくれた偉いね、教えて、ああできるようになったね、なんか褒美あげる、この後、この後が大事やね。こうやって何回か繰り返す成功を、まあ私の場合はそんな多くなくてもいいと思ってる、2、3回成功したら OK とか10回でもいいんやけれども、そうやって今までできなかったことがポンとできるようになった時、ご褒美をあげた後、休憩時間、何もしない時間っていうのを用意する、これが大事ね。何もしないね、遊んだりもしないし、おやつあげたりもしないしね、はしゃいだりもせずに、ああできたできたって言って何もしない、じー、人も犬もできたら何もしない。犬の方はね、何もしないでねって言っても、ちょっとあっちゃこっちゃ動くかもしれんけど、できる限り何かするっていうのをしないような環境にする。外で練習するんやったらリード持ってじじっとしておくとか、歩かないとかやね。家の中やったら人も動かずにこうやって休憩して、ふう終わった終わった、ゆっくりしたね、よかったねとか、あ、声はかけてない、声はかけないよ、こうじーっとしておくってことね。今の言ったのは心の中で思っていてね、じー、こうやって何もしない時間っていうのを作ってあげる。これ人の方でもね、ちゃんとした科学的に研究がされて実証されてるね。どんなんって言ったら、本ね、本、ストーリーのある本を読んでもらいますと、 A のグループは本を2回読んでもらう。で、2回読んでもらった後に、その後すぐに別の作業、スポーツであったりゲームであったり、そういうのをしてもらうと。で、もう一方の方は本を1回しか読みません。ただ読んだ後は10分間何もしない時間を作って、そしてから別のことをやっていってもらいました。さて2週間後に記憶の定着を調べましたと、前回読んだ本のストーリーを聞かせてくださいって言うと、なんと A のグループ、ね、2回読んだグループよりも1回読んで休憩時間を入れた方の方が 10% も多く記憶することができてて、たった 10% って思うかもしれんけども、これめちゃめちゃ大事やねん。犬のしつけにおいてもすごく大きな意味合いを持ってくる、まあね、そうやって簡単なね、たった休憩を挟むっていう、それだけでも効果が出るし、やっぱりね、私自身しつけこうやってて、お、できてるできてる、なんかできてると思って成功をガンガン繰り返して繰り返して、例えば成功してから10分20分ぐわーってやっていくと、どっかからパコーンって落ちていって失敗が続き出すんやんか。そういう経験をいっぱいしてきた、ね、
成功して、あ、いい感じいい感じ、こう時間をかけていけばいくほどずっと伸びると思ったら途中からなんかおかしくなって、でどんどん下がっていって、ここからやればやるほど最初よりも悪くなったっていうのを何回も経験してるね。そうやって練習で成果ができた、出たからって言って欲張って繰り返すと成長どころか悪くなる、元よりもできなくなっていく、そしてお互いストレスが溜まってなんか変なことになっていってイライラするっていうのをめちゃめちゃ繰り返しちゃったね。それを防ぐこともできるわけよ。未来の失敗を防ぐことができるし、この子の定着、記憶への定着を促すこともできるね。それ何って言ったら、ただただ休憩時間を用意するだけ。めっちゃ簡単やんか。そんな簡単な方法がちゃんと実証されてるんやったら使わない手はないやんか。わざわざ好き好んで苦労しなくてもいいわけよ。皆さんもテスト勉強とか社会でのね、何か試験っていうのを受けてきたと思う。その中でわざわざ苦労したい？ね。って言ったらそんなことはないと思うんやんか。例えば交通手段でもいいよ。目的地に行くのに簡単な電車でパーンって行けるのに、2時間も歩いて行きたいですか、苦労したいですかって言ったら、まあせえへんやんか。普段の日常の中でもやっぱり人間っていうのは上手に楽をしていかないとしんどいわけよ。それは犬も一緒なわけね。わざわざ苦労しなくてもいい。例えばね、今こうやってスマホがあるわけやんか。スマホがあれば遠く離れた人とでも連絡ができるわけよ、ね、すごく楽やん。わざわざ時間をね、作って誰かに会いに行って直接話しなくても、今やったらコロナがあるから大変なわけやんか。それをなくして楽に人とやり取りができるね。お話ができたり、何かこっち意見があることを伝えたりすることができるわけやんか。いや、楽したらか。電話なんか楽をせずに、ちゃんと自分の気持ちを伝えるには、ね、直接会わないといけないって言ってると、めっちゃ大変なわけよ。そんな苦労してるって言ったら、どうしてないやろ。こうやってインターネットっていうものを使ってる時点で、そのわけやんか。人の意見をちゃんとね、聞くんやったら直接会いに行かなあかんって言って、私のところに来てるかって言ったら、そうじゃないやんか。こうして見ていただいてるのは、やっぱり楽やからやんか。テレビと違って好きな時にネットやったら見れるやんか。テレビやったらさ、番組がこの時間って7時から8時とか決まってるけど、ネットやったら自分の空いてる時間に好きに見れるやん。こんな楽なことはないやんか。だからこの動画を見てる時点で皆さんは絶対楽をするっていうことを選択してるから、犬のしつけでもお互いが楽できるように、何かね、できなかったことができて、まあそれ1回でもいいよ、10回ぐらいでもいいよ、なんかポンポンってできるようになったっていうことがあれば、休憩っていうのを何もしない時間として取り入れて、それがより記憶に定着できるようにしてあげてね。もうほんと楽やから。時間も少なくね、めんどくさい時間が少なく済むし、成長すれば楽しいし、そういったことを休憩として取り入れてみてください。それでは次回の動画でもお会いしましょう。それじゃあね、バイバーイ。